2015年12月27日日曜日。この時期になると思い出す修羅場というか、なんというかなんだけど、昔、10年も前かな、スーパーの事務職で働いていた。年末年始は高額商品が増えるので万引きチェック体制が厳しくなる。必然的に普段なら見つからない万引きも見つかったりする。逆に人が多いので成功する場合もあるらしい。30日か31日だったか、万引き G メンのおっちゃんから内線連絡があり、万引きを一人確保したから事務所まで連れて行くとのこと。その日はクソ高い刺身や肉や寿司を万引きしていたおばさんが確保されてたもんだから、みんな、ああ、またおばはんか、と思い込んでいた。でも G メンが連れてきたのはおじいちゃん。その時点で私含めた事務所の女性陣はちょっと同情的だった。応接室は使えないし、会議室はまだ店長と前日のおばちゃんが使ってる。なので仕方なく事務所内の簡易応接ソファーセットで仕切りもないまま専務、その日は出勤してて暇だった&店長はおばちゃん対応中、副店長や部長は売り場で忙しいが話を聞くことになった。 G メンのおじさんが困ったように、大した金額じゃないからねと言い、万引きされたものを出した。定価80円に半額シール貼ってるアンパン1個と紙パックの 200ml の牛乳、多分52円。専務も絶句した後、おっちゃん100円で買えるからな、お金出してくれたら警察には連絡しないからと切り出した。おじいちゃんはうつむいたまま、持っとらんですと財布を出した。専務が開けさせてもらいますと言って開けたら、10円玉が2枚か3枚、あとは5円と1円、どう見ても100円もないという状態だった。心苦しそうにしながら、ああ、〇〇さん、私。私と A さん、G メンと、この人にコーヒーもらえるかな、と専務から指示が来た。私が一番下っ端だったからの指名だったと思う。普段使わないドリップ式でコーヒー入れて、スティックじゃなくシュガーポットとミルクポットにして持っていった。事務班主任の上司が、これもとお茶菓子、年末で普段より出勤早いから完食用のクッキーもくれた。どうぞと出したら、おじいさんは困ったように私を見ていた。専務が、飲んでやってくださいと言ったら、おずおずと砂糖を入れて口をつけてくれた。専務と A さんが、なんでこんなことしたの、100円ないかな、ポケットに小銭ないかなと事情聴取開始。おじいちゃんは年金受給者だけど医療費無料ではなくて、12月に続けて風邪やインフルエンザになり、さらに高血圧の発作か何かで予定外の出費が重なり、家賃と光熱費を払ったらもうお金がなくて、一昨日までは小銭でなんとか一日一食は食べてたけど、昨日からもうお金がなくてだったらしい。専務たちも声は潜めているし、おじいちゃんもポツポツとしか話さないんだけど、まるっと聞こえてる。この時点で事務班は泣き出していた。で、私はたまらなくなって、カップ下げるときに専務に、私がお金払うから返してあげてくださいと叫んでしまった。泣きながら財布を出して、100円あればいいんですよねと言ったら、専務が、落ち着いて、落ち着いてなと言い、それで私は余計に泣いた。事務班から事務主任のおばちゃんも出てきて、なんなら私が払いますと事務班全員号泣。おじいちゃんびっくり。専務がおじいちゃんに、万引きなんかしなくても家族の人は助けてくれませんかと聞いた。
県外に息子さんがいるけど疎遠だし、金の無心の電話はしづらかったらしい。戦前生まれの人ってそうなのかな。うちの祖父母もそうだった。専務は、警察に引き渡したら僕がみんなに恨まれるな。おっちゃん、次の年金支給日までのご飯代、これで足りるかな、と3万円出した。おじいちゃんが固まってると、返しても返さんでも構わんよ。宝くじ買ったつもりで使う。これでおっちゃんが今日から明日の食事のこと気にしながら寝るんじゃなく、ゆっくり寝て、いい正月迎えられるんなら、それは僕にとって年末ジャンボ大当選になる、みたいなこと言ってた。おじいちゃんは散々誇示していたけど、専務と A さんの、今日は初回だから見逃してあげられる。でも次は警察に言わなきゃならん。おっちゃん、実際問題、昨日から食べてないよね。明日からもどうやって食べる？と説得されて受け取った。その間に私は小休憩を取らせてもらって、混雑した売り場に行って、小さなおせちと年越しそばのセットを一人前買ってきた。従業員なので売り場の人にサインをもらったらバーコード剥がして後で支払いできる。これは主任の指示。おじいちゃんが帰る前に何とか間に合ったので、これおじいちゃん、今日はこっちのお蕎麦食べて、おせちは明日ね、胃を休めてからね、飲み物はお茶とポカリ買ってるから飲んでね、と渡した。ここまでしてもらうのは心苦しい、と謝るおじいちゃんに、いやもう買っちゃったから食べて、とお願いした。ありがとう、ありがとう、すみませんでした、とずっと頭を下げるおじいちゃんを A さんが家まで送っていった。2月になってそのおじいちゃんから専務宛に現金書き留めが届いた。息子さんに話して医療費免除券をもらえるように手配してもらったらしい。あの時はありがとうございました。一人きりやのに一人やない正月を迎えられました、と添えてあった。専務は3万しか渡してないのに5万入っとると悩んだ末、商品券を送ったらしい。何が調べって取締役専務に怒鳴りつけたことと、この一部始終を会長が会長室から覗いていたこと。スーパーで万引き犯にああいう対応したらいかんのじゃ、とお叱りを受けた後、会長に、でも個人的には正しい判断だとみんなに言いたい、と褒めてもらった。今は別の仕事してるけど、年末になると思い出す。書き込んだ後、思い出して泣いてた私はバカだと思う。おじいちゃんが詐欺とかそういうのは何でかわからないけど誰も疑わなかった。服装は清潔で、でも髪はちょっとしかなくて、臭いとかじゃなくて薬っぽい匂いはしてたかな。雰囲気的に追い詰められてるって感じだった。アンパンも半額のものを選んでるし、万引き G メンの A さんは、多分最初は買うつもりで、でも途中で財布見て、金がないことに気づいて突発的にやっちゃったんじゃないか、と言っていた。 A さんは巡回に入るたびに確実に万引き犯を1人から5人くらい見つける凄腕だったから、 A さんが疑ってないことが私たちにとっては妙な信頼感になったのかもしれない。専務の3万円には驚いた。私たちは所詮その時の100円分しか考えてなくて、今日はそれで解放されても明日からおじいちゃんがどうするのか想像してなかった。後でみんなで専務に謝って、でも3万円も良かったんですか？みんなで少しずつ出すとか、と聞いたら、あの時カンパみたいにしてお金集めて渡すのはおじいちゃんのプライド砕くからダメだって言ってた。施しじゃないっていうために宝くじ買ったつもりで使うから、僕にとってはおじいちゃんは福の神みたいなものって意味のことを付け足したって。高額万引きのおばちゃんは離れたところにある会議室で、店長と警察の取り調べを受けてたから襲撃はなかった。つうか、あのおばさんは万引き額だけで5万超えてたから、
温情措置はなかった。 A さんは警察に気づかれないようにおじいちゃんを連れて会議室の前を通った時が一番のミッションインポッシブルだったらしい。俺の祖父は医者だった。って言っても金はなく、家はボロボロで、食事なんか庭の野菜とお茶漬けと患者さんからのいただき物だけ。毎朝4時に起きて、身寄りのない体の不自由なお年寄りの家を診察時間になるまで何件も往診して回る。診察時間になると戻ってきて、待合室に入りきらないで、外まで並んでる患者さんを診察していく。昼休みはおにぎりを片手にまた往診。午後の診察をこなし、食事を済ませてまた往診。夜中に玄関口に患者が来たり、電話があればいつでも駆けつける。1年365日、休みなどなかった。自分の体調が悪くなっても、自分を必要としている人がいるからと病院にも行かず、診療を続け、無理やり家族に病院に連れて行かれた時にはもう手遅れ。末期癌だった。でもどうせ治らないなら入院はしないと痛みをごまかし、死ぬ間際まで往診続けた。遺産なんか何もなし、残ったのはボロボロの家だけ。聞けば治療費を支払えない人ばかりを診察、往診していて、ほとんど収入なんかなかったんだって。でも葬式の時驚いた。患者だけで1000人くらい弔問に訪れ、中には車椅子の人や付き添いの人に背負われながら来る人もいた。みんな涙をボロボロ流して、先生ありがとう、ありがとうと拝んでいた。毎年命日には年々みんな亡くなっていくから数は少なくなってきてはいるけれど、患者さんたちは焼香に訪れる。かつて治療費を支払えず無償で見ていた人から毎月何通も現金書き留めが届く。いつも忙しくしていたから遊んだ記憶、甘えた記憶など数えるぐらいしかないけど、今でも強烈に思い出すことがある。それは俺が厨房の時に悪に憧れて万引きだの恐喝だのを繰り返していた時、万引きして店員に捕まって親の連絡先を教えろと言われて、親はいないと嘘をついて、どうせじいちゃんは往診でいないだろうと思ってじいちゃんの連絡先を告げた。そしたらどこをどう伝わったのか知らないけど、すぐに白衣着たじいちゃんが店に飛び込んできた。店に着くなり床に頭をこすりつけて、すいませんすいませんと土下座してた。自慢だったじいちゃんのそんな無様な姿を見て、自分が本当に情けなくなって、俺も涙流しながらいつの間にか一緒に土下座していた。帰り道はずっと無言だった。怒られるでも何か聞かれるでもなく、ただただ無言。逆にそれが辛かった。家にもうすぐ着くという時、不意にじいちゃんが、お前酒飲んだことあるか?と聞いてきた。ないと言うと、じいちゃんはよしついてこいと一言言ってスタスタ歩いていった。着いた先はスナックみたいなところ。そこでガンガン酒飲まされた。普段仕事してるところしか見たことがないじいちゃんが酒を飲むのを見るのも、何よりこんなところにいる事態なんだか不思議だった。二人とも結構酔っ払って、帰る道すがら川沿いに腰掛けて休憩していたら、じいちゃんがぽつりと、じいちゃんは仕事しか知らないからな。お前は悪いこともいいこともいっぱい体験できて羨ましい。お前は男だ。悪いことしたくなることもあるだろう。どんなに悪いことをしてもいい。ただ、筋の通らない悪さはするな。と言われて、なんだか緊張の糸が切れてずっと涙が止まらなかった。それから俺の人生が変わった気がする。じいちゃんのような医者になるって決めて必死で勉強して、
もともと頭はそんなに良くないから二浪したけど、国立の医学部に合格した。今年晴れて医学部を卒業しました。じいちゃんが残してくれたボロボロの家の他にもう一つ残してくれたもの。毎日首にかけていた聴診器。あの土下座した時も首にかかっていた聴診器。その聴診器をやっと使える時が来た。錆びついているけど俺の宝物。俺もじいちゃんみたいな医者になろうと思う。長文失礼しました。大学生の時、一人暮らしのアパートを引っ越すことになった。友人数人と電車で45分くらい離れた実家から姉が手伝いに来てくれたのだが、なぜか姉はでかい荷物持参。はてな、と思いつつ作業を開始。昼飯時、コンビニや食べ物屋に行くのも大変な田舎のこと。俺は見栄を張って、仕出し屋に寿司の出前を頼んでおいた。友人らには大好評。夕方前には引っ越し終了。新築でひとまず落ち着いて、友人らも帰っていった。が、最後まで残っていた姉が、例のでかい荷物を持ったまま帰ろうとする。引っ越し祝いか何かじゃないのか、と問い詰めても言葉を濁すばかり。じれったくなって無理やり荷物を奪って中身を見ると、大量のおにぎりだった。引っ越しで台所も片付けてるし、みんなお昼に食べるものもないだろうと思ったんだけど、すごいお寿司とか出てきたから出しにくくなっちゃった。恥ずかしそうに苦笑する姉。俺は泣きそうになった。もちろんそのおにぎりは全部引き取って、ラップにくるんで冷凍保存し、一週間かけて全部食べた。最高にうまいおにぎりだった。この間出張でブラジルに行った時のことなんだが、あっちは地下鉄乗ってるだけで強盗に遭うんだよな。自分でも認識甘かったから普通に乗っちゃったんだよな。しかも誰も車両にいねえ。んで超ガタイのいいラテン系強盗さんとこんにちは。入れ墨なんかもしてて映画のワンシーンのようだよ。俺今刑務所から出てきたばっかりなんだけどさ、とか言いつつナイフ突きつけられて、俺死ぬかもとか思ってたんだが、お前日本人だろとか聞かれたのよ。んでまあ日本人だけどお金のない日本人だよとか口走ってたら、俺さ日本人からは取らないことに決めてんだよとか話しつつ、ナイフ引っ込めて俺の横に座って喋り出すんだよ。なんでも捕まる前に同じ手口で、刑務所出たばかりだから金ないんだよねみたいに警戒心のないブラジル初っぽい日本人女性から金品強奪しようとしたんだってさ。そしたらナイフに気がついてなかったらしく、たどたどしいポルトガル語で、お腹空いてますか、大丈夫ですかとか心配そうに言ったそうだ。しかもその女性は本当に無防備に自分のカバンをゴソゴソして、これ美味しいですよと笑顔でお菓子を出したらしい。発音おかしかったが日本のせんべいもらったそうだ。そのラテン男曰く、彼女の微笑みは女神のようで、自分の罪を許してくれたようにすら見えたんだと。それから彼女を口説き落とし、彼女に釣り合うために強盗とかはやめて、今は真っ当な仕事にありつけ、しかも彼女が日本人という恩恵で日本企業の仕事をもらえているそうだ。で、今は俺の婚約者です、だとさ。ちょ、おま、とか思ってたらさ、俺の手口みたいな奴がたくさんいるから、お前は地下鉄乗るな。乗るんなら人がいるところに素早く移動しろ、とか注意してくれたのよ。最初のは騙してたのか、と抗議すれば、ジョークだよ、だとさ。まあ、強盗にあったような、合わなかったような、ラテン男の日本萌え話でした。